を。どうもおはようございます。とあるアラフォー女子です。こちらは愛犬ドンちゃんです。今日も私たちの平凡な日常をお届けいたします。今日は私は純夜明け、そして深夜入りという微妙な、夜中ね、帰って2時3時ぐらいに寝て、そして今日ね、休日、一応休日、そして夜また出勤という微妙な休日の朝でございます。ところでね、どんちゃんが今朝黄色い胃液用のものを嘔吐しました。過去にも何度かあったんですが、どうやら空腹の時にこのような症状が出るようで、では昨日の夜のご飯が少し少なかったのかなっていうことで、まあいつものようにご飯をもりもり食べて、特に変わりなく過ごすどんちゃんでございます。多分ね、大丈夫です。なんともなさそうです。大丈夫か。しかしね、ドンが何を血迷ったのか、脱水でぼーっとしてたのか何かわかんないですけど、いつもしない変な場所でおしっこをしちゃいまして、ドンのケージの向かって左にね、私の自作の茶色い棚がありますね。あるんですね、左、このケージの左側にね、その棚に向かっておしっこをしたんですね。大量の、朝一のおしっこが一番大量なんですけど、朝一のおしっこをそこに向かってしたんですよ。で、もうそこに私が塗った紺色のカーテンもかかってますよね。知らないしみたいな、かかってるんですよ。そのカーテンもね、濡れたし、どんどんね、布団も濡れたし、もう片付けないといけないんですね。なのにね、なんかね、純夜明けっていうのはね、気だるいもんなんですね。家族の起きる時間に一応起きては見るんですけども、まあなんせね、睡眠時間3時間ぐらいなんで、まあだるいわけですよ。しかしこの雑然とした部屋でね、ずっとダラダラしていてもやる気も出てこないし、やろうかなって、10時を目標にね、やろうかなって奮い立たせているところです。9時20分にやろうとしたのにね、ちょっと YouTube をね、ちらっと見たらね、20分も経過していたもんで、慌ててやっていこうと思います。10時目標で、ここを片付けて、洗濯干して、洗濯取り込んで、掃除機かけて、ケージの掃除して、どんな布団洗って、カーテンも洗ってっていうことをね、やっていこうということで奮起しました。こういう時に私がいつも歌う歌はハウルですね。なんかね、ジブリはやる気を起こすんですね、私のやる気をね。なので、まあその時に好きな曲、千と千尋の時もあるし、でもハウルが多いかな。なんかハウルの魔法の、ハウルの部屋がありますよね。関係ないですけど、ハウルの部屋の魔法の部屋みたいな、魔術の何ですかあれ、呪いよけ、わかりませんけども、ごちゃごちゃした部屋とかね、ハウルの世界観がね、大好きなんですね、私ね。あれを歌うと、なんか創作意欲が湧くみたいな。なんか、あと、あれ。ほら。忘れました。目玉焼き焼いてるやつ。目玉焼き焼くシーンもありますね、ハウルの。あれも好きなんですけども、それじゃなくて、ほら、ほら、旗をあげるやつですよ、船の、ほら、ほら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 、忘れました。掃除をしている間に思い出しましょう。違う、どんなんだったっけ。
とにかく家事をしてるシーンの映ってる、あのみんな共同生活してて、女の高校生の女の子が目玉焼きを焼く、あのジブリの作品あるじゃないですか。あれがねすっごいやる気がするんですよね。あれをよく流します。ハウルか、あれ千と千尋の世界観も好きです。とにかくねジブリを流しながらなんかするのが好きなんです。まあ今日はハウルを口ずさんでいるっていうことなんですけどね。綺麗ですね、梅雨ですね、梅雨入りしましたね。おかげでねもうなんかすごい湿気でね、頭がくねくねです。はい、1時間経ってようやく片付きました。お腹によくああいうのありません？犬が乗ってきてお腹がなんかすごい勢いで蹴られてお腹痛い、よくあるんですね。ドーマに、ドーマはとにかくねすごいんですね。ジャンプ力っていうか脚力、ドーマ脚力でねお腹を蹴られるとね本当にねうおってなるんですよ。そういやドン全然元気ですね、全くもって元気ですね。やっぱり今朝の胃液用の応答はお腹空いただけだったんだな。喜んで訓練してます。訓練はですね、まあ、順調っちゃ順調です。もう定着してきた感はありますね。ただね実用化まではもう一歩ですね。強い刺激、食べ物とかね、来客とかね、もうねそれはもうそれを抑えられるほどの私には抑止力はないというかね、私の号令はね簡単に無視されるんですね。この訓練はやっぱおやつのためにもらえるからやってるって感じがしてね。もうちょっとねこうちょっと私の号令に忠実になってくれると嬉しいんだけどなっていうところですね。トレーナーさん的にはですねやっぱりそのおやつのために言うこと聞くっていうんじゃなくて、まあ、私の号令がもう絶対っていう感じに、まあ、まずねそこを目指してやっぱその基礎が出来上がった上に問題行動にへの取り組みがあるって感じでテキストに、ね、書いてあるんですね。なのでやはりトイレトレーニングにはまだいけないわけですね。なんせね攻撃の問題もあるしね、どんどん命にも限りがありますから、まあダラダラしてもいられない、されど焦るわけにもいかない、無理なことをね強行してドンを振り回したり、より状況を悪化させるようなことがあってはならないと思うんですね。まあコツコツ地道な道を歩んでいるわけですけども、今日もこうしておむつを切り裂く、おむつというかおしっこシートを切り裂いておむつパッドを作る私でございます。この前ねショート動画に上げた時よりもちょっと小さいサイズにしました。もっとこまめに変えれば節約できるんじゃないかと思って、はーい完成です。まあ我ながらいいアイデアではあるんですが、いつまでもこいつを作っていられないという思いは常にあります。おむつ開発よりもトレーニング頑張るよ。
みたいな、ね、気持ちがあります。今日もテレビの自分に吠えるトンです。本当に愛おしいですね、こいつ。本当に頭がいいんだかおバカなんだかって感じです。で、ね、変に頭いいんですよね。まあ、私のしつけ方ですよね、やっぱりね。この頭の良さを生かす犬の特徴をしっかりと理解して、うん、それを利用して押し付けていく、教えていくということですね。自分の仕事と家の暮らしとドンとっていう感じです。そういう毎日を過ごしています。私はね、このね、ドンのね、あの立ち姿がね、超好きです。このね、あのピッってね、すっごい脚力すごいんですよ。ほら、この姿勢、このスタイルがね、めっちゃ好きです。どうですか、皆さん家のワンコは立ちますか？皆さん家のパグは立ちますか？うちのパグは立ちますよ。ということで、中身の薄い内容でしたが、今日はこれにて終了です。また次回お会いしましょう。